今回なんですけれども、こちら MP ラインですね、今回使っていこうかなと思います。で、この銃ね、タルコフにおいて、レートはですね、化け物なんですよね。発射レート900。で、この発射レート900がどれぐらいエグいことかっていうと、MP7 見ていきましょうか。発射レート950。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの MP9N。こちらを使っていこうかなと思います。で、これも化け物でして、まあ、見てみましょうか。エルマミス86ですよね。で、55、200、258。まあ、これはね、前回の MP9 とほぼ変わらないです。これね、いいなと思った点で言うと、こっち MP9 のそのカスタムしっかり頑張った方なんですよ。で、こっちが N の方の、カスタム頑張った方なんですけど、こうやって見ていくと、垂直感度、水平感度がほぼ変わらないですよね。これ、ストックがもう最初から備え付けっていうか、まあ、基本的にお店で買ったらこれついてるんですよね。これは、いわゆる高いストック、シフトっていうストック使ってるんですけど、グリップか。ごめんなさい。グリップを使ってるんですけど、これこのグリップで同じぐらいの性能なんですよ。で、じゃあ何が低いのかっていうと、エルゴノミクスは若干低いんですよね。93から86と。で、まあ、まあ、そこは良くないねって感じなんですけど、じゃあこれ何が、じゃあ、いいんですかと。安いだけですか、コスパいいだけですかっていうと違くて、これ、レートですね、発射レート。発射レート900。MP7 が発射レートが950なんですけど、これ、脅威の1100なんですよね。MP7 と MP9 で150違うだけで、あんだけレートの違いを感じたのに、これはなんと1100プラス200どうなんねんっていう、これ一体どうなってしまうねんっていうね、そういった人になります。多分レートだけで言ったら普通に最強レベルなのかなと思うんですよね。これ大変よね、これ。じゃあ行きましょうか。ちょっと先にちょっと MP9 から撃っていこうかな。 MP9 撃ってから MP7、 MP9N 撃とうかな。なんでまずは MP9 こちら撃ってみましょう。昨日前回の MP9 ですね、思い出してください。早いですね。うん。まあ、十分早いです。こっち、言います。音違うね。ああ、音が全然違うね。音だいぶ変わってくるね、これ。あ、これ、えぐいな、これ。あ、これ、えぐいな。これ、えぐいな。これ、えぐいっすね。めっちゃ強いじゃん。しかも、これ、なんか、拡張性がまだあって、これに、これがつけれると。あ、ハンド一気に下がるね。あー、いいですね。めちゃくちゃかっこいいじゃん、これ。ちょ、これつけよう。ちょ、エルゴノミクスがね、劇的に下がるけど。まあ、いいでしょ、これぐらい。ちょ、これでいこう。いいね、いいね。これで撃つと、多分反動がさらに下がるから。もっと化け物になるのかな。前回の MP9 だけで、の時点で結構良かったが、めちゃくちゃ反応すねえわ。あ、めっちゃ反応すねえわ。前回の MP9 で結構良かったのに、これ。やばいね、今回。どうなっちゃうんだ、俺、どこ行っちゃうこれ。もう、異世界チェンジ行っちゃうよ、俺、強すぎて。ってことでね、こんな最強の、もうすでにめちゃくちゃ強いんですけど、この MP9N を使ってね、今回は戦っていこうかなというふうに思います。ということで、どうぞ。これなんか、ピチャピチャ水の音してるけど、これってさ、湧く場所がある程度把握できるってこと？多分、これ地下っぽいよね、湧くの。これなんか、ピチャピチャ水の音してるときは、水の場所で湧くのか？どうなんだろう。水の場所で湧いたら、そういうことだよな。ラブそうだわ。ああ、そうなんだ。環境音でこれ変わんないね、湧く場所。ある程度最初にどこ湧くこれでわかるんだ。じゃあ、ということで、これ儀式部屋最速なんで、多分ここが儀式最速なんですよね。なので、行きましょうか。気づいた？これは俺死ぬパターンではないのか？いけるか俺。別に分かってたでしょ、勝てねえぞこれは。さよなら。これね、伏せてたらワンチャンいける説ある。もう一回漁ってんのかな今。なんか俺が殺したやつの死体漁ってるっぽいな、これ音的に。多分来るか。え、何してんだゴソ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 。
これなんかプレイヤーか上なんかす。あそこいたな。危な。プレイヤーじゃなかった。開かずの扉。あー、刺さるか。あー、何も持ってねえな。渋。SH と RPK。ぐらいかな。あと馬さんが立ってぐらいだね。サングラス変えた方がいい。マジ？コンドル。ほんとだ、これ衝撃、衝撃耐性あるじゃん。へー。え、これさ、フラッシュ版耐性 10% か。だったらこっちの方がいいかね。あ、まあいいか。へー、すげえ。防弾サングラスとかあんだ。あ、けど重さ変わらない。何製なんだこれ。バルチックシューティンググラス。何製なんだこれ、マジで。何でできてたこのサングラスは一体。すげえ、こんなんだ。いるね。やった！危ねえ！危ねえ！マジ危ねえ！いや、今弾力！弾力の勝負！勝ったー！毎日15時から18時、見るだけで配信中。みんな、絶対見てくれよな。なんか音来た気がしたけど、気のせいか。あー、やっぱ気のせいじゃねえな。めっちゃ撃ち合ってんな。このカンコンってやつがさ、めっちゃ足音聞こえてビビるんだよな。今日割とやることない日だな、俺。これ一回出直そうかな。危なー！いるんかい。あ、これはスカブです。なんだこのエリアル。インテリジェンスがあるのだけ確認してランスルーしようかな。はい、ということでいかがだったでしょうか。 MP9N めちゃくちゃ強いですね、普通に。まあ、マジでですね、もう僕的に 9mm 系の SMG、MP9 一択って言ってもまあいいんじゃないかなっていうぐらいのレベルで強かったので、ぜひ皆さん使ってみてください。ということでね、面白かったです。さよなら、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 バイバイ。